皆さん、おはようございます。マッン、ラーメン、ヤクバ、ケンタクです。天武編いきます。仏像、日本の仏像、天武。天武は本当に種類、全然違いますね。ね梵天、大釈天、これ、神様です。天武の中で一番最高位だそうでございます。美写門天、これも別名で、福徳と仙洞の神。これもすんごい神様が繋がってます。四天王、まあ、多門天、増長天、項目天、自国天、まさに四天王です。四天王本当に強い、ここにあり、 混合力士。混合力士像、これ見たことありますね。はい。これも歴史にあります。十二神将、これ、十二神将。まあ、ね、あの、えとと同じです。はい。あとは八部衆、これ、アシュラみたいな感じで、本当に仏教を守護する、インド人。本当に守護神と言っていいでしょう。二十八部将、これもすごい。二十八個は本当にすごい。長くて言えません。吉祥天あとは弁財天、これ、ブブ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 ,ブ。 あと他にも色々いろいろ満載です。というわけで以上です。まあ、仏像には他にも図工と巨神工、いろいろな飾り、光と炎をイメージしたものもあるんです。バイバイ。